1983年型 600cc、トラバント P601 リットル東ドイツ産の自動車、トラバントは、オスタルギーの代表的アイコンである。オスタルギーは、ドイツ民主共和国の存在した時代、及び当時の事物への教習のことである。ドイツ語で、東を表す、オストと、教習を表す、ノスタルギーの構成後。1989年に、 ベルリンの壁が崩壊し、翌1990年には、ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の統合が実現した。しかし蓋を開けてみると、新生ドイツの政権は、旧西ドイツの顔ぶれがそのままで、統一まで制定せずと、ドイツ基本法にとどまっていた、ドイツ憲法も制定されず、基本法を格上げすることにとどまった。また、東ドイツの行政区画は、 東ベルリンが西ベルリンと統合されて、都市州ベルリンに他の地域は新連邦州5州に再編され、基本法を受け入れることになった。そのため、ドイツ再統一は対等統一とは名ばかりの西による東の九州合併という事態になり、統一のユーフォリアから覚めると、旧東ドイツには厳しい現実が待ち構えていた。旧東ドイツ地域への政治的配慮として、 実勢レートとは、かけ離れた東西マルクの投下交換を行ったことが一面屋だとなり、旧東ドイツ地域の製造業は軒並み競争力を失うこととなった。社会主義の優等生と言われた東ドイツ経済も、当時 GDP 世界第3位の経済大国であった、西ドイツの経済には立ち打ちできず、次々と国営企業は倒産、閉鎖に追い込まれた。 東ドイツマルクの投下回収を皮切りに、旧東ドイツ地域のインフラ再整備や、公立の失業への対処などのため国の財政支出が増大することに対して、旧西ドイツ市民の中には、旧東ドイツ地域を厄介者扱いする向きも現れ、それが、旧東ドイツ市民のプライドを傷つけることとなった。このような統一後の状況は、旧東ドイツ国民と、 旧西ドイツ国民の間に見えない溝を作った。旧東ドイツ国民は、オッシー、旧西ドイツ国民は、ベッシーと呼ばれた。オッシーは、ベッシーに敗れたという敗北感を、東ドイツの消滅とその後の旧東ドイツ地域の経済低迷に感じざるを得なかった。また、シュタージなど旧東ドイツの負の側面も次第に判明することになり、 おっしーは自分たちの時代や社会が否定されたという失望を感じるに至った。その中で旧東ドイツ時代も悪いことばかりではなかったという教習の念がおッしーたちの間に生まれ、それがオスタルギーと呼ばれるに至った。オスタルギーを資本主義の否定として見る向きもあるが、これは誤りである。映画グッバイ、レーニンの紹介やレビューで使われた。 昔だって悪くなかったじゃないかという種のコピーがあるが、これは日本における古き良き時代と同じ意味合いのものであって、情緒的、教習的思いを込めたものであり、決して東ドイツ体制への回帰を望んでいるものではない。共和国宮殿の取り壊しオスタルギーの由来の一つは、統一後の短い時間に政府が請求な東ドイツの西ドイツ化を行ったことに対する反発である。 共産主義時代を象徴するような建造物などを一気に、しかも旧西ドイツの企画品で置き換えたことによる。これは現在も続けられており、2004年には東側市民の6割が反対という状況の中、旧人民議会や少ない娯楽施設が入居していた、共和国宮殿の取り壊しが決行された。アンペルマン表示の信号機道路標識が、 旧西ドイツ規格に統一されたのはやむを得ないことであるが色等の種類が同じでドライバーのちょっとした心がけで併用できるはずの信号機まで旧東ドイツ規格のものはすべて旧西ドイツ規格のものに交換するといった徹底ぶりだったこの時は東ドイツの歩行者用信号機に使用されていたアンペルマンのファンがアンペルマンを救う会を結成断固とした 抗議活動を行ったため、アンペルマンは全滅を免れた。その後、西ドイツ企画の信号機をベースに、アンペルマン・アンペルフラウを使用した信号機も旧東ドイツ領域に姿を現した。このアンペルマンの作者であったカール・ハインツ・ペグラウは、誰も東ドイツの政治体制を恋しいなどとは思わないが、政治家の連中を見ていると、東ドイツのすべてを否定し敵視しているようで、 我々、東ドイツ人の尊厳を踏みにじっていると発言している。旧西ドイツベースの現政府を批判しつつも、それは東ドイツ体制への回帰を意味するものではない。また、アンペルマンや建造物を請求に撤去することには、旧東ドイツ市民のみならず、旧西ドイツ出身の指揮者からも、貴重な文化財の喪失として反対意見が多い。 オスタルギストをシーとは限らないのも現状である。東ドイツ国民で賑わっていたクルトゥアパーク、プレンターバルト、ありがとうございます。